ブエラスボチェス熊本。よくまあ耐えたな。っていうかよく喋れるな。約2年5ヶ月ぶりの新日本プロレス熊本大会ということは、熊本のお客様にとって約2年5ヶ月ぶりのロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン、我々が提供する最高級のプロレス、皆様堪能していただけましたでしょうか。2年前ここ熊本で大変なことが起こりました。今もあの時の傷を持っている方々たくさんいらっしゃると思いますが、だからこそ俺は言いたい。変わらないこと、諦めないことはもちろん大事、でも変わろうとする思い、変わろうとする覚悟、そして一歩踏み出す勇気も俺は大事なことじゃないかなって思います。だから我々ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポンはプロレスを通じて一歩踏み出す勇気を皆様に与え続けていきたいなと思います。次回の熊本大会、さらに進化した我々ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポンのプロレスを熊本の皆様楽しみに待っててください。つまり次回の熊本大会までトランキーラー、あっせんなよ。我々ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポンを応援してくださる熊本のお客様、約2年5ヶ月ぶりの熊本大会のフィナーレ、そしてここ熊本では初めての大合唱、皆様思う存分叫んでください。真田ヒロム、イナイト、ノッサトロス、ロス・インゴベルナー。